どうも、林大成です。今回はですね、タックルスキルの紹介をしていきます。僕は代表合宿がない時ですね、このように複数に集まって、スキルを構築していくトレーニングをしているんですが、その中で今回はタックルに絞って、自分たちだけでやったものをこうシェアすることによって、見ている誰かのためにもなるかもしれないので、シェアしていきます。タックルの中でも、今回は、このやつはタートルタックルというものと、スマザータックルというものが多めです。スマザータックルに関しては皆さん知ってると思うんですけど、あ、今のですね。こうやって相手と密着して、引き倒すようなタックルですね。で、タートルタックルというのは、相手の背中を取って、相手のコントロールを奪って、自分が下敷きになって相手を自分の上に乗せるように倒すことによって、ジャッカルやアシストタックルのジャッカルなど、しやすくするようなタックルですね。数年前にニュージーランドとかイングランドがやり出したのかな。これとかスマザータックルですね。そもそもタックルは、本来対角線に向かって相手をこう押し返していく。このまま押し返して相手を支配しながら、コントロールしながら押し返していけるのが、いけるとそれでいいのですが、その過程の中で相手が力の方向を変えてきたり、そもそも対角線に押し返していけないような状況だったりするので、その時にどうやっていくのかですね。また最初からちょっと見ていきます。解説をして、まず1つ目は、これは分かりやすくいいシチュエーションになるように、組んだところからのスタートです。まず最初、僕はこの時点では対角線、こっちに相手を押し返していこうと思います。その時に、キャリアはそのまま前に出れないので、こっちに帰ってきました。で、前に出ようとするのをさらにこっちに返すようにしようと。スマザータックルですね、これは。こういった駆け引きがあります。これがタートルタックルですね。ちょっと上に乗ってないけど。これも一緒で、対角線の方に押していこうとしたところ、すぐに出られました。で、出られた時に、このまま、自分が、この方向に相手をこう倒す選手も多いですし、相手の腰を持ってこっちに引っ張っていこうとする選手も多いのですが、相手のこのように背中で、肩を取って取ることで相手を支配できます。で、そのまま自分の上に乗っけるとタートルタックル成立ですね。次。あ、これは見事に失敗したシーンです。なぜ失敗したのかと言いますと、この時点で僕はこの方向に背中を取って回そうとするのですが、なぜうまくいかなかったとかと言いますと、まずここ見てください。背中をと、スマザータックルにしてもタートルタックルにしても、相手と密着するっていうのが重要なポイントなんですが、これ、相手腕を入られて密着できていない状態で、無理やり背中を取ろうとするから、相手とどんどん前に行こうとする。相手とどんどん体が離れていって、腕の力で引っ張れず、ミスと。無理やり行こうとするとミスします。これはしっかりさっきと同じような状況ですが、密着した状態で、ここ密着できてますね。相手の肩を取って、そのままタッチの方向に支配できていると。このまま仰向けに倒せばタートルタックルですね。これはスマザーのやつかな。あ、そうですね。このスマザータックル、うまくいってるんですが、
なぜうまくいったのか。はい。ここで一瞬ウィークショルダーを取られて前に出られます。前に出られそうになります。僕はこの時点で対角線に押していくことは、少し難しい感じですね。前に出られます。でもここ相手のスマザータックルで重要なポイントの一つが、相手の遠い方の肩を取れていること。なぜかというと、このまま相手が前に出た瞬間に、僕は相手の遠心力を推進力を使ってこっちに回します。なのでここの手ですね、これを持てていないと、回せないと、遠心力を使えないと。はい。さらに言うと、この時相手が前に出た瞬間に、もう僕は重心を落としに行きます。によって引き倒しているということですね。はい。今のが、まあ、スマザータックルのお手本というか、これはもう完全に対角線に支配できたからそのまま行ったと。これが一番いいんですよね。これはスマザータックルなのですが、ちょっとスムーズじゃなかったですね。なぜスムーズじゃなかったのか見ていきましょう。スロー。はい。密着できてます。肩、遠い方の肩、取れてます。そのまま行くけど、遠い方の肩を持って、重心は下、回しに行ってる。ここからの起き上がりがスムーズじゃないんですね。まあ、これなぜかというと、相手の推進力を使うんですが、これスローじゃなく見ても、相手は捕まった後そこまで、前に無理やり出ようとしてないですね。はい。勢いのないところに引き倒しに行ってるから、まあ、スマザーして寝てから、こう起きる勢いがないと。本来ここで相手が前に出たいと思ってドライブするほど、回しやすくなる。さらにその回転勢いを使って自分が上に起き上がりやすくなるんですけど、まあそれがなかったですね。おっと、悪いタックルではないかなと思います。支配できるならそのまま対角線に支配しに行く。これは1対1ですね。普通に、お、今の結構いい例ですね。はい。相手に振られそうになったけどしっかりヒットできました。この時僕はもう分かりますよね。こっちにまずは対角線の方にドライブしようとしていきます。でキャリアは、そこでの勝負から切り替えます。切り替えて前へ出ようとした瞬間に僕はさらに回します。そういうことで結果的に相手の方に押し返して自分が上に乗れると。これは理想的なスマザーですよね。これも多分同じようなものです。うん。こういう風にね、前に出ようとこうしてる相手にほど、こう、スマザータックルは決まりやすいですね。はい。で、自分が上に乗ると。スマザータックルは引くだけじゃないんですね。自分が上に乗れると。相手を戻して上に乗れると、うまくいくと。これはタートルです。このまま自分が下になったタートルですね。今のはなぜタートルにしたのかな。まずは対角線に押しに行きます。で相手が、そのまっすぐでは出れないから体を反転させたんですが、さっきまでの選手みたいに、ね、まあ、フォワードの選手なので、さっきまでバックの選手みたいにこうくるっと回ってすぐに前に出るような動きにはならず、ここで時間があったので僕はそのまま遠心力はなかなか使えないので、背中を取って肩口を取ってね、完全にコントロールしに行きました。このまま自分が後ろに寝たらジャッカルプレイヤーはジャッカルしやすいと。それがタートルタックル。ちなみにあのまま立たせたまま2人目がボールに絡むとチョークタックルが成立しますね。
うまいと言われてますが、これも、スマザーですね。押し返しに、もう、結構一緒やな。押し返しに行く、相手が反転するところに、さらに回す。はい。うん、これも。はい。こんなもんか。